また一冊の本をご紹介いたします。高橋正史さんの書かれた、必要な知識を15分でインプットできる速読術ということですね。まあ読書法に関する本はですね、結構読んでる方だと思いますけれども、好きな本、まあ、この本も含めてですね、大体しっくりくるなと思っている本は共通してですね、アウトプットを重視ということですよね。何のために読むかっていう、もう 最速で仕事で成果を出せるように、本を活用すると、こういう目的がありますよね。で、この本もそうで、仕事で成果を出すために本を血肉としてどう生かすかというようなことが大前提として書かれています。で、そのためにですね、いろんな、その目的ごとにですね、さまざまな、読書の方法ですね、具体的な方法が書いてあるんですけれども、まあいろいろ参考になる点があるんですけれどもね、一番私が日々使っているのは、もうこれ一番最初に書かれているアクションリーディングっていうんですかね、特にビジネス書なんかを読むときに一番使いやすいノウハウだと思うんですけど、ノウハウ本とかね、ビジネス本とか、を読むときの、やり方の、が書いてあって、ゴールを確認して共感できるかどうか、今の問題解決に直結するかと、いうことで本を選んで、で、手に入れるべきものはワンアクションですと、ね、ぜひ自分でも明日からやってみることで、これをやってみたいというものを一つこの本から掴み取ると、こういう読み方だということが書いてますけれどもね、非常に分かりやすいですよね。実際私どもでもセミナーとかね、勉強会ので話すこととかネタとかをですね、食って作って、考えるとき、いろんな本を参考にするんですけれども、そういった場合なんかでも結構使っていますね。ワンアクションってことですね。活用させていただいております。そういった本です。